はい、こんにちは、おいちゃんです。今日はこのトガヒミコのグッドスマイルカンパニーから出てる予約できるフィギュアを紹介していきたいと思います。めちゃめちゃ可愛くない？このトガちゃんのこの顔めっちゃ可愛いの。この顔が欲しくて。欲しかったのに、ちょっと情報を得るのが遅すぎました。ちょっとぼやぼやしてて、もう最近、ダメですね。ぼやぼやする時期ですね。もう寒いしね。なので、ちょっと出遅れてしまいました。みんなもう予約したんだと思います。なので、限定品なので、もう買えないのかな。どっかでね、売ってればいいけど、トガちゃんはきっとプレミアがついちゃうのかなと思います。かなり悲しい。悲しいけど、可愛いです。めちゃめちゃ可愛い。もう写真をコピーして貼ろうかなっていうぐらい。めっちゃ可愛い。なので、もうね、あれ開けます。次、ネンドロイド開封の動画を出しますね。これはね、3900円のグッドスマイルカンパニーから出る、フィギュアです。いつだなんかね、もうね、10月の最後らへんに予約が締め切りになっちゃってて、限定版は、これがね、もう買えません。どっかで出てくれたらいいんだけど。本当に欲しい。店舗にね、並べばいいんだけど、なんか受注生産みたいな感じで書いてあったから、どうなんだろう？わかんないけどね。なので、これ、もう可愛すぎ？待って。あ、可愛い。やばいんだよ。これ本当に欲しくて、この顔のやつが欲しかったんですよ。めちゃくちゃ可愛い。だって、この顔、やばくない？可愛いね。すごい可愛い。どうしよう。なのに買えなかったっていうかなりショック。持ち歩きたい。ネンドロイドもこの顔できるから、もうネンドロイドでね、遊んで、ね、持ち歩こうかな。ネンドロイドを持ち歩くやつも紹介していきます。めちゃくちゃ可愛いですよ。武器もね、つけてるし、めっちゃ欲しい。欲しい。可愛い。欲しい。もうトガちゃんっぽい。かなりトガちゃんっぽい。これね、ちょっとね、小さいサイズ。小さくはないんだけど、まあ普通のフィギュアくらい、プライズより若干ちっちゃいかな。なんか、くまくまのやつとか持ってるけど、若干ちっちゃいです。これのね、レムラムは、ちょっとだけ気に入ってなくて買いませんでした。なので、顔が可愛かったらね、買うんですけど、ちょっと戸惑ってます。これ今回、トガちゃんのは本当に欲しくて、めちゃめちゃショックを受けた。ショックすぎるでしょ、これ。だってさ、この武器もさ、ちゃんとついてるしさ、フィギュアでさ、欲しいに決まってるよ。プライズも全然出ないのに。なのに、一番くじもゲットできてないのに、ショックです。で、こっちの、じゃーん。こっちの普通の通常バージョンがまだ予約できるので見てみてください。こっちを予約しました。めっちゃ可愛い。まあ多分ね、こっちは通常バージョンはだいたい、なんだろう、店舗に並ぶので、発売日に行けばね、あるかな。ちょっと発売日に行ってあったらちょっともう一個買いたいぐらい欲しい。だけどね、限定バージョンの方探してるから、ちょっと悩むね。でも欲しいな。なんか持ち歩き用と、とにかく飾る用が欲しいから2つずつ欲しいけど、今フィギュアがね大変増えてしまっていて、なかなか増やせない状態にある。やばいね。トガちゃんのもしかして1分の1スケールの胸像も出たりする？どうなの？出ちゃうかもしれないね。それはもうめちゃめちゃ欲しい。トガちゃんだからそんな150センチもないよね。前回のオールマイト150センチ110万円。めちゃめちゃすごい。どっかで出会えますように、本当に。超かわいいね。もうこれ超かわいい。はい、後ろ姿です。めちゃくちゃかわいいよ。これはね、本当におすすめ。3900円っていうお手頃プライスだし、多分予約すると、てか、網とかだと 15% オフとか 20% オフとかで売ってるから、多分3000円とかで買えるのかな？ 3300 円とか。多分店舗で買った方が安いかな。送料もつかないし。でも、なくなっちゃうかなって思います。トガちゃん店舗に並んでることが最近ないので。ね、1、2年前はめちゃめちゃ売ってたのに、普通に1000円いかないぐらいで、今プライズもめっちゃ高くなっててね、本当にショックです。あ、ショック。売れてて嬉しいんだけど、買えないからショックです。かわいい。めっちゃ足かわいい。かわいい。いいね。女子会したいもんね。本当に女の子のお友達がね。もう最近見たトガちゃんの幼少期のやつまた見返したら超泣けた。ね、どうしようね。本当にドガちゃんかわいい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 こっちが欲しいです。見つけたら絶対買います。ゲットしたら紹介していきたいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じです。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そして TikTok と Twitter と Instagram もやってるので、よかったら来てください。なんかいっぱいそっちからコメントをねくださる方が多くて、 YouTube よりもちょっとフランクな感じでおしゃべりができるかなって思います。はい、いつもありがとうございます。じゃあまたねー。